だから俺はそういう意味で、あの人生はものすごく楽だから、うん、楽だ楽だと。社長。おお。先日、はい、うちの編集長の、はい、高田氏がですね、はいはい、体調を崩しまして、おお。はい。何回だったら、はい、今はもうあの復活されてるんで、はい、ちょっとその時のお話を、はい、はい、いろいろと社長にもあの健康と病気という観点から伺えたらなと思うんですけれども、あのこのお話ぜひね、はい、あの皆さんのお役に立てればということで、はい、編集長が、はい、あのぜひ使ってっていうことでですね、言ってくれてるので、はい。はい、今日は動画を回したいと思います。はいよ。はい。うん、聞くところによると、はい、昨年の11月から、はい、夜寝る前に、うん、コーラとアイスを、はい、爆食いしてたんです。爆食い。信じられない。信じられない。怪奇現象。そうなんですよね。うん、それで、ね、はい、まあ、あのそれまで、まあ、いろいろ、まあ、節制というか食生活も節制してたんですが、うん、去年の12月からいきなりあの人生初の野放し状態になんかこう入っちゃったみたいで、はいはいはい、そこからですね、うん、その生活が5、6ヶ月続いたわけですね。あ、そしたらこの間の、はい、もう動画編集もできないぐらい調子が悪くなって、はい、なんか体調がな、はい、うん、良くなったな。それはそんなものばっかり食べてるそうだろうよ。相対するという。なんかお菓子もなんかすごかったみたいだな。だいぶお菓子も食べてましたね。だいたい袋に入った菓子をもう子供じゃあるまいし、なんか抱えて食べてたらしいな。はい。あのなんかそのものが袋に入ったやつ。大きいの、大袋。そう。食べてましたね。うん、土台どうかしてんだよ。そういうことですね。うん、その後に、はい、まあ、針治療に行ったり、あとやっぱり社長にも、あの、まあ、フォローいただき、当たり前だよ、あれはもう軽いうちに治さないと、はい、ひどくなったらもうそれは大病、体質から来る大病に、はい、必ずつながるから、うん、やっぱりちょっと調子が悪くなったぐらいのところで必ず東洋医学とか、うん、まあ普通の医者でもいいし、はい、何か対処していかないと、まあ、生活態度だから自分が改めればいいんだよね。やっぱりあの若いうちはね、うん、まだいいかと思うんですけれども、まだよくはないよ、はい、ただ若いうちはなんとか持つっていうだけで体がな、はい、うん、まだよくはないよ、はい、うん、やっぱり食生活っていうのは、ね、人生の根源的問題だから、食生活を正すのと精神生活、精神生活を正すのが、まあ俺がよくあの文化の勉強、はい、読書と言ってるけど、うん、まあそういうもの、これはもう人生の二大柱だから、はい、うん、これはもう絶対にやんなきゃ、絶対に立てなきゃいけない問題ですね。当然ですよ、はい、でもあの具合が悪い高田さんを見て、はい、社長はすぐに肝臓に負担がかかってるって言って、当たり前だな、うん、おっしゃってましたよね。もう肝臓に疲れが出て、だって見ただけであいつ腫れてるんじゃないか、少し肝臓が腫れてましたね、ポコンって出てるよ、はい、あれ重症だよあれ、まあ、ちょっと良くなってるな。良かったです、うん、本当に良くなったからね、はい、今だから話せるシリーズですけれども、はい、はい、うん、で、はい、今度またまあ、社長にも言われて本人も反省して、はい、1週間治したわけですよね、はい、その食生活を、ようやく、まあ、引っ込む方にな、はい、来たよな。睡眠もしっかりとって、はい、和食中心の、まあ、規則正しい食生活を。和食中心は余計だけどな、別に和食中心がいいとは言ってないよ。じゃなくてもいい、じゃあ、はい、いろいろな食べ物、はい、中華料理でもいいし、はい、何でもいいよ、はい、和食はいいとか、うん、これも思い込みだから。あ、そうなんですね、うん、あのもう全くの思い込み。あ、そうですか。和食はもう最近はもう勘に触るし。そうですか、うん、テレビでも何でも和食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 、うん、もう俺なんか日本人だけど和食大嫌いになったよもうそれでですか、あまりに言われるんでなんか、あの逆に、はい、和食っていうのは生ものが中心だから、基本は。ああ、まあじゃあ体冷えますね。冷えるとかいう問題じゃない、今の地球環境の汚染から見ると、はい、生ものが一番悪い。汚染問題から、はい、研究した場合だよ。ああ、そういうことですね。海の汚染、マイクロプラスチックとか、はいはい、マイクロプラスチック問題を研究しただけで、海の汚染の生ものは、まあ、うーん、ちょっとはいいけど、あまり食べ過ぎは、良くないと思うんですね。絶対良くない。もうとにかく最近、和食っていうのは、
これもちょっともうファシズムに近いんでやめた方がいいよ。あ、そうなんですね。あなたも今ペロペロって出たでしょ。いや、私はあの高田さんがやってきた生活をそのまま社長にお伝えしただけなのでもう和食中心がどうで言ってたの、あの高田さんに言っていただいていいですか、はい、とか言っていただいて、はい、そうなんですよ。でも本当に高田さんはその、まあ、和食がいいと思ったようで、本人はね、まだ思い込み、そうですね、思い込み、うん、で、まあ、食べて、はい、睡眠もしっかりとったら今度なんかまた具合が悪くなった。あ、そうでしたろ。はい、うん、当然生活態度が悪かった人が生活を整えると一回良くなるけど、次は反動でもっと悪くなるという時期が全員来るよ。これはもうみんなストレスで反動はもう当然で当たり前だよね。それが分かってないと、それを2回か3回のストレスを克服して生活っていうのを立て直すんだから。なるほど。だから、まあ、禁煙やなんかと同じだよね。禁煙だら必ずなんか、なんだ、禁断症状っていうのか、あれが来るじゃない。はい、俺なんかタバコやめても禁断症状ゼロだけどね。俺の場合には一番じゃないけど、はい、覚悟というか決意力がすごいんで、うん、俺ぐらいのクラスになると、あの、タバコなら、例えば、40年、50年吸ってても、今日からやめたと思ったらもう吸いたいと思わない。はい、あと禁断症状もない、はい、思い出すこともない。今辞めてから14、15年経つけど、はい、1回も吸いたいとも思わないし、もう味も覚えてないし、何もない。もう3日後からそう、俺はそう。これがだからあの決意の問題なんだけど、こんだけの決意ができる人はあまりいないんで、俺は歯がくれの人間だから、はい、やっぱり子供の頃からこの何かをこの決意っていうかな、決意ということに関してだけはもうね、潜在意識とかその自律神経がもう俺が一旦思えばバババババーと全部動くようにできてんだよ。俺はだから苦しいことはないって言うじゃん。そうですね。俺はタバコやめようと思ったらもう40年吸ってても、あの翌日から二度と再び思い出すことはない。そうです。もう記憶から抹消されちゃうぐらいなんですね。もうとんでもない話で、40年間吸ってたんだけど、そうですよね。しかも量も半端なかった。ライターもジッポの使ってたんだけど、もうライターやなんか家やなんかたくさんあったんだけど、もう3日後にはライターの付け方を覚えてない。もう付けられないんだから。本当の話。本当の話ですか？本当の話。40年間毎日。毎日付けてて。しかも1日。俺80本吸った。そうですよね。うん、1日なんですよ。1日80本吸った。そんな習慣づいてる方が、ライター忘れちゃう。これはもう一つの例。人間の、決意というのがどのくらいすごいか。ただ普通の人がないことは分かるんで、普通の人はあの決意したつもりだけども、もう未練が体に残ってて、それがあのストレスだよ。なるほど。でこれをだから何回か我慢しないとできないんで、まあ高田なんかもそういう食生活が乱れてたんなら、それが必ず襲われるんで、何度かやらないとダメだよ。これはきちんとしたものに戻るためには、まあ、何回か繰り返すってお話ありましたけど、やっぱりこれも一つの習慣として10年単位ですか？はい、まあ決意力が弱い人は10年かかるよね。自分が弱いからダメなんでね。俺はもう何ともない。俺ぐらいの決意が強い人はね。だから俺はそういう意味で、人生はものすごく楽だから、もう楽だ楽だと楽だみんなに言ってるわけ。はい、だからもうこういう決意力を養えば人生はもう楽ちんもいいとか。根本は歯がくれですよね。俺はそうだよね。でも俺以外の人で他のものでも別に決意が強ければ、同じことだから。俺は歯がくれだったというだけで。はいはい。そうか。でも高田さんは別にストレスが溜まっててジャンクフードを食べたっていうわけでは ないようなんですけれども。いや、あれはストレスでジャンクフード。そうなんですか？そう、見ればわかる。見ればわかる。間違いない。そうなんですね。うん、結構そのストレスがかかると、うん、ジャンキーなもの食べたくなる方に行く人多いじゃないですか。よく言われるよな。みんなが言ってるよな。なんか医学的にもそのなんかストレスで爆食いして、なんかおかしくなると多いじゃない。多いですよね。はい、これはもう昔からそうだよ。なんでそのジャンキーなもの食べたくなるんですかね。これはね、俺が多分間違いないだろうと思うのは、はい、昔からあった、はい、宗教的儀式じゃないけども、自虐思想。自虐。だから、ストレスを忘れるために、何かを忘れるためには、違う痛みを得るんだよ。だから、宗教の行事なんかだったら、
現世の変ななんかつまんない欲望だよ、はい、現世の悪い欲望を捨てるためにこうなんか鞭打ったり、なんかこう痛みを、はい、痛みをやるじゃない、うん、宗教でね、宗教行事であるよ、はい、痛みをすることによって、うん、現世の変な欲望は忘れ去りたい、うん、これと同じ人だと。内臓でジャンキーってことはどういうことかというと、はい、要するに薬品を食べるってことだよ、はい、ジャンキーな食べ物っていうのは、つまりジャンクフードっていうのは薬品加工食品だから悪いと言われてるんだから、うん、だから全部味も全て薬品なわけ、はい、もう俺なんかもちろん食べられないよ、食べられないけどあれ慣れてる人は何ともないわけ、うん、だからあのジャンクフードに入っている薬品なんかは俺が間違って一口か二口食べちゃうともう胃腸を壊しちゃって胃腸障害で3日は苦しむよ。あ、そんなにですか。だからそのくらいの毒なんだよ。俺みたいにもう入ってない人はもう毒だって分かるから胃腸が反応して3日ぐらいもう正常の動痛がないわけ。すごい。そのくらい悪いの。これはだから俺なんかは腹が空いてるからって変な、まあ商品名は言わないけど、いろんなね、ちょっとしたジャンクフードを食べたりはできないよ。食べたらもう本当に後から病気になっちゃうから。でも慣れちゃってる人はすぐにはなんないけれども、はい、つまりはあれは内臓器を痛めつけてるわけ、はい、で内臓器を薬品が痛めつけるわけで、俺は無意識に人間のそういう自覚思想といって、うん、なんていうの、ストレスを忘れたいがために内臓を悪くすることによって体調が悪くなることによってストレスから逃れたいっていうか、うん、例えば人間関係の悩みとか、はい、そういうお酒飲むのとある意味で同じだよね、うん、だから逃げだよ、うん、その場合に薬品っていうのはあそこに入ってる添加物っていうのは全部神経麻痺作用もあるんだよ、うん、怖いですね。だからそういう意味で飲んだくれのお酒と一緒だと思うよ、うん、だからお酒に行くかジャンクフードを爆食いするかかもっと悪いのになると、はい、薬やるか薬を打つかだよ。 あれも薬じゃない、だから全部、はい、だから自虐じゃない。そう、自分の体を痛めつけることによって、うん、何か人生の嫌なこととかを忘れようとしてるわけだよ、うん、逃げですね。だから一番軽いのが、うん、酒とか昔はタバコなんかも入るんだよ、はい、だからタバコなんかもそうだよな、うん、だから今でも民主主義とヒューマニズムでああいうタバコなんかももう吸えなくなっちゃってるし、こういう悪いことさせないから余計悪質化してるよね。だから麻薬も増えてるし、あとジャンクフードはどんどん売り上げを伸ばしてるよ。そうですね、うん、あれタバコを吸ったりするだけでもっと減ると思うよ。はあ、なるほど、うん、だからジャンクフードって俺売り上げも一応勉強はしてるけど、はい、タバコを吸う量が減ると同時に、はい、ジャンクフードの売り上げ量はどんどん上がっていく。完全に反比例してる。完全だよ。今喫煙者も減ってますからね。どんどん減ってるよ。だからまたジャンク、俺が若い時には日本の喫煙者は、まあ、男の場合8割と言われてるよ、はい、そんなですか。で今 2.5 割から3割、うん、もう3割割って、まあ、2割南部だろう、うん、もう全然違うよ。で、俺が大学生の時からジャンクフードっていうのはもう世にはびこり出して、うん、はい、もうこの売り上げはどんどん上がってるよ。まあもうこうだよ。だから俺は相関関係必ずあって、俺はジャンクフードを食べるのは自虐思想だと思ってる、うん、だから酒とタバコと変わらないってことだよ。同じなんですね。同じだと思う。それでああいうものっていうのは、うん、そのストレス解消で何かを忘れたいっていうものは薬品が神経を麻痺したり、あと内臓器を痛めつけるんだよ、うん、だから宗教でぶって痛みで、はい、痛みでもって何か他にやりたいことを忘れちゃうっていうのと同じ作用ってことだよ。だから自虐。うん、なんか高田さんも目が痛い目が痛いってね言ってましたけど、はい、社長がそれは目じゃない肝臓だって。そうだよ。だってしょぼしちゃってさ、はい、涙ポロ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 出ちゃって目が痛い。なんだよ、だって肝臓があるんだよ。だって肝臓腫れてんじゃねえかって。どうせ食い物悪いんだろうって言ってね。そうだよ。大体だって彼女は悪いけどお菓子が好きだもん、すごい。好きです、ね。お菓子もね。別にちょっと食べるのはいいよ。別にお菓子を否定してんじゃないよ。そうですね。だって袋抱えてさずっと食べてあんなのもう病気になりますよ。食いしん坊は
犯罪。悪いけど、コンビニができる前、俺が子供の頃までは、普通の家は、あのね、昔は量り買いだったから、おせんべい、ビスケット、何でもお菓子って。だからみんな量り買いで買ってきて、家にこう瓶に入れて置いてあるわけ。で、お袋がね、大体朝起きると、俺が子供の頃だよ。はい、1日分のお菓子を紙に包んでくれたんだよ。はい、で1日分だよ、うんうん。だからそれ持って歩いてんだよ、子供って。遊ぶ時も。で、早く食べちゃったらなくなっちゃうし、もちろん、ゆっくり食べたい人はゆっくり食べる人。うんうん、まあそういうもので、大体もうこのぐらいで、もう決められてんだよ。はい、だからチョコレートがどれだけ、ビスケットどれだけ、うん、せんべいがどれだけ、はい、チューインガムがこんだけとか。だから、そういうものがお菓子だから。だっておせんべいだってよくさ、うん、一脚っていう言葉知ってるでしょ、はいはい、一脚分、うん、お菓子って一脚って言うんだよ、はい、一脚分といってお皿にボンと乗る量だよ、うん、この小皿にこれが大体お菓子の定量だから、はい、プシュってやって一回で出てくるビールなんかと一緒だよね、はいはい、大体こうだってコンビニができてからあれがいけないんだよこんなでっけえ袋がしさお得用袋とかねあれ抱えてペロッと食べちゃいますからねでああいう気楽なお菓子ってのはやっぱり食品添加物の塊だから、うん、薬品ってのはすごいの俺みたいにもう体から薬品が抜けちゃってる人は分かるよ、うん、そうか薬品が抜けちゃえばそれが好きな人っていうのはそのお菓子ジュースが好きな味覚っていうのはやっぱり神経が麻痺しちゃって麻痺してたら悪循環だよ麻痺するからまた俺みたいに分かんないんでまた食 う、はい、うんでストレスがあってまた食うそれだから自虐思想でどん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 この物のが強くなってってもう本当にそのうち血だらけになって本当です、ね、だから宗教行事も昔、うん、修行が激しすぎて間違って死んじゃう人とか大怪我でも元に戻らない人っていくらでもいたんだよ、はい、俺がちっちゃい頃まで宗教の行事ああいう例えば御嶽さんの行事とか、はい、まだおばあさんおじいさん俺がちっちゃい頃までは昔の行事ってたくさん生きてたよ近所にもいたし、よく駅舎とか、ああいう人、霊能者とかが多かったんだよ。で、ああいう人たちは若い頃にものすごい修行してるわけだよ。はい、その、だから自虐の。で、もうみんな年取ってから、全員、もう、まともな人いなかった。みんな、神経痛、リウマチ、はい、もう、みんな寝たきりだったよ。死ぬか。で、みんな俺が知ってる何人もいるけど、みんな若い頃の修行で、無茶しすぎたと、みんな言ってたよ。で昔は宗教の修行が今言った自虐だったから、はい、現世の煩悩を捨てるためにもうとにかく自分の体を痛めつけるんだよ、うん、これのソフト版っていうのがだからジャンキーフードだよ、はいうん、間違いないからそういうことですね、うん、でそれでそれをやめた禁断症状でまた体が、まあ、これはやっぱりね薬を抜くには禁断症状が来るんで、はい、薬だから薬を抜くのに来るんだよ。だからもう、本当に自分の力では抜けないぐらい激しいのが麻薬じゃない。はい、だけど、何でも来るんだよ。タバコでも来るだろうし、酒でも来るだろうし、あとジャンキーも。ただね、はい、食事指導を受けると分かると思うけど、昔ながらの普通のいい食材ってあるじゃない。はい、いい食材って、どんなにいいもの食べてても、禁断症状ないよ、やめても。だから、薬品以外は禁断症状なんてないんだよ。だから禁断症状があるものは全部薬品なの、うん、そういうことかそれを覚えておいた方がいい、はあ、確かに要は普通のご飯食べててちょっと食べなくても禁断症状とかって出ないんですかねないないお腹が空くのはあっても、別にご飯じゃなくたってパンがでも、うん、もういいわけだからそうですよねだから禁断症状が出るっていうのはもう薬品なのただみんなも覚えておいた方がいいんだけど、はい、この今の現代っていうのはアメリカンビジネスといってものすごく悪い世の中で、はい禁断症状が商売のコツになってるわけ。だから言葉には出さないけど、お客さんに禁断症状をつけるのが売れる商売なの。いやそれ、まあちょっと人の批判するのは悪いけど、はい、でもアメリカから始まったとか、全部それだよ。だから、はい、なんで世界を席巻しちゃったら、あれは薬品なんだよ。軽い麻薬。はい、だから禁断症状がついちゃう。で、って飲み出すと、もう、飲まないでいられなくなるの。もう中毒性がすごくあ、ね、あるでしょ？わかるでしょ？はい。だから、あれがアメリカンビジネスといって、あれで売れるんだから。だから、大企業になったじゃない。ああ、そうですね。
だからみんなあれ真似してるわけ今、だから俺なんかは健康上こうけなしてるけど、うん、他の会社は大きな会社は実は今言った薬品によって薬品漬けにしてもうそれを食べなかったらいられないようなあの消費者を作るのが儲かる商売なのよ今。だからうちなんかはもう本当に自慢してるけど、はい、うちなんかは売ってる菌食は、うん、まあ、知ってる通り、はい、一切食品添加物も何にも入ってないじゃない。そうですね、だから一番商売で困ってるのは、まあね、社員だから困ってると思うけど、お客さんが習慣性がつかないの。そうなんです。だから飲もうという意思を持ってない限り、うちのは忘れちゃうんだよ。確かに。あれは、もう社長の俺は分かってる。うん、あの、アスパラギン酸とか、L アスパラギン酸とか、はい、いろいろ食品添加物で認められてるのたくさんあるんだけど、はい、健康食品に入ってる。うん、ああいうの入れたら、はい、習慣性がつくの分かってるんで、うん、本当は入れなきゃいけないんだけど、はい、みんな健康に入ってるよ。要するに疲労中枢を麻痺させる薬品だよ、うん。アスパラギン酸ですね。アスパラギン酸も L アスパラギン酸も全部そう。はい、あそこみんな書いてあるよ。クエン酸も。はい、で入れていいんだよ。ただ薬品だけど、はい、日本では認められてるわけ。はい、でもうちは一つも入れてないでしょ。はい、だからそうだね。例えばうちの商品って30年40年飲んでる人がずーっと飲んでる人が今日やめても。やめたことを覚えてないぐらいもう何の支障もないわ。中毒性も禁断症状もなし。なしなの。はい。だからうちの社員が連絡しないと忘れちゃうっていう。だから商売としては大変なわけだ。でもしょうがないんだよ。そうですね。あれで入れれば、うん、やっぱり体に肝臓毒だから。ああ、確かに害になりますもんね。害だ。でもほとんどのもの入ってるよ。今日本はそれが国家が許可してて、だからある意味では金儲けのひどい国なんだよ。うん、金儲けの親分のアメリカ型よ、食品添加物ってのは日本アメリカの10倍よ、はい、そういう国、それをみんな、うん、いろんなもので混ぜながら買って食べてるわけ、うん、それが今の日本人だ。世界で一番癌も多いけど、当たり前のことだよ、今もう癌が増えてるなんてのは世界でだよ、はい、日本だけだよ、はい、これもう悪いけどテレビも報道しないけど、うん、世界中の国でだよ、うん、今時がんが増えてる国なんて日本だけよ、2.5 人ぐらいに1人になっちゃってますもんね今。そう、2人か 2.5 人の1人、はい、もうこんな国日本しかない、はい、これ間違いなく食品添加物、これはもう特別でもそれだけ許可してるから日本は食品業がすごくだから巨大になるし、はい、利権が多いんだろうね、多分、はい、まあ、ちょっと話ずれていっちゃったけど、まあそういうことだよ。なるほど。だからこの禁断症状に勝つには、とにかくそういうことをよく分かって、まあどっかで薬を抜くしかないね。断つしかないですね。そうそう。で、ストレスが強くなれば、必ず酒かタバコか、うん、まあ最悪の場合は麻薬か、はい、でまああとジャンクフードか、どれかに行くんだよ。はい。それちょっと分かってるだけでもね。分かってれば、防げるよ。ね、そうですよね。うん、俺なんかはそのすでにもう我慢する必要はないと、社長だって難しい哲学書を読めば全部俺は疲れは全部取れる、はい、俺はもうそういうふうに自分を作ったから、はい、これは努力すればできるわ。なるほど、自分を作っていけばいいですね、そういうふうに。習慣だから、そうですね、うん、確かに。そうだよ。いやでもよかったです、高田さん無事で。まあ無事じゃねえか困るよな、もうこの動画作れなくなっちゃうな。そうですよ、もう高田がなんかこれじゃ超すんなんか本当に動画できなくなっちゃうんだ、あれもう一生懸命編集してくれてんだ。本当に冗談じゃないよ、もう修行総集チャンネルせっかくちょっと伸びてきたのにやっと一番に行ったのに。そうだよ編集者じゃあそれもジャンクフードでさ、なんか寝込んで入院しちゃったらあんたら前もう様にならないよ、でもそれでジャンクフード食べて寝込んじゃうっていうことはある意味体が正直、まあ、だからこれはまた褒めるんじゃないけど、ジャンクフードを半年間食べてたら調子が悪くなっておかしくなっちゃったって高田言ってるじゃない、うん、はい、これは元がまだいいからなんだよ、うん、これがもっと悪ければ、はい、もう生活習慣病と呼ばれるものの大病、こう命に関わるようなそういう生活習慣病で回復不能になる場合があるから、本当に気をつけなきゃダメだよ。いやありがとうございますそうそうそう、はい、うん、気をつけないとですね。そうだよ、やっぱり日々食べるものきちんと、普通のものを食べれるんだよ。そうですね、食べます。おう、ありがとうございました。おう。